羽生、週刊誌の交際報道否定、火のないところでびっくり、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。今年3月で5年となる東日本大震災からの復興支援を目的として9日に実施されるフィギュアスケートの NHK 杯スペシャルエキシビションの出演者が8日、盛岡市の会場で記者会見し、 仙台市出身の羽生譲る ANA は少しでも東北のためになれることを心から嬉しく思う。この地で一生懸命頑張りたいと意気込んだ今回のイベントでは浅田真央、中京大や宮原智子、大阪、関大田からも演技を披露する。浅田は岩手の地で私のスケートを見て何かを感じ取ってもらえたら嬉しい。心を込めて滑りたいと話した羽生は一部週刊誌で 高校時代の同級生との結婚も見据えた交際が報じられたが、どうしてこうなったのかわからない。火のないところに煙は立たないというが、火のないところでびっくりしていると内容をきっぱり否定した、羽生。交際報道を否定、火もないところ。ファンには謝罪、フィギュアスケート、NHK 杯スペシャルエキシビション1月9日。岩手、森岡市アイサリーナ、羽生が、 一部週刊誌で報じられた高校時代の同級生との交際結婚を否定したこの日の会見はエキシビションと過去の NHK 杯被災地に関することのみ質問が OK だったが会見の最後に週刊誌報道に関する質問が出て自らマイクを握った僕自身どうしてこうなったのかわからない火のないところに煙は立たないと言うけど火もないところなんで高校の同級生にも迷惑をかけたし ファンにも迷惑をかけたと話した。羽生、東北のために復興を願う。16年初滑り。中学生とも交流。11年3月11日に起きた東日本大震災の復興シーンを目的にした。フィギュアスケートの NHK 杯スペシャルエキシビションが9日。岩手・盛岡市アイスアリーナで行われる。8日は同市内で14年、ソチ五輪男子金メダリストの羽生譲る。譲る。21、ANA らが会見。 自身も地元の宮城仙台で被災した羽生は震災から5年という年になったが東北のためにやれることを心から嬉しく思うと話した7日は大槌町の小学校中学校合同の仮設校舎を訪問し中学生と交流復興への歩みを進める被災地を目に焼き付け9日に公の場での16年初滑りを披露する今現役フィギュアスケーターの羽生譲れとして支援できることがこのようなこと 無理やり押し付けるのではなく何かを感じ取ってもらえればと静かに意気込んだご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたします